こんにちは。今日はとっても可愛らしい動物エゾリスのお話をするよ。エゾリスは北海道だけにいるリスで、頭から尻尾の先までが40センチメートルもある大きめのリスなんだ。ピンと立った耳とふわふわした尾っぽがとっても可愛いんだ。エゾリスは北海道ではとても身近な動物で、公園でも見かけることができるんだって。そしてエゾリスは北海道の厳しい自然の中で生きている動物だから、冬の寒さに備えてバッチリ衣替えをするんだよ。秋になると毛が冬用に変化していくんだ。夏の間は焦げ茶に近い色をしているけれど、冬は灰色っぽい色に変化して、特にすごいのは耳毛だよ。夏とは比べ物にならないくらいふさふさになるんだ。長くて柔らかい紐をでふさげって言うんだって。エゾリスなりの防寒対策なんだね。そして尻尾も冬用にふさふさになるんだよ。尻尾を背中に当てていることが多いのは、きっと背中が冷えないように尻尾で温めているんだね。毛の色は季節ごとに変化して保護色の役目をしているけれど、お腹の毛の色は1年を通して白いんだ。両腕をお腹の前で組む姿がとっても可愛いよね。エゾリスはシマリスと違って主に木の上で生活しているんだ。食べ物を探して地面の上を動き回ることもあるけれど、基本的には木の上に巣を作っていて、時には人の作った巣箱を利用することもあるんだよ。それからエゾリスはとってもよく食べるんです。どんぐりやくるみなどの木の実が大好物なんだ。カジカジと音を立てながら美味しいものを食べているのを想像してみてね。冬には地面に埋めておいた木の実以外にも、樹皮や塔が木の枝に生えた苔やキノコも食べるんだって。エゾリスは冬眠しなくて、冬でも雪の中で元気いっぱいに過ごすから、たくさん取れる時期の食べ物を地面に埋めておいて、食べるもののない冬に埋めておいた場所を掘り起こして食べたりします。北海道の森には深さ50センチメートルから60センチメートルもの雪が積もるけど、それでもエゾリスは雪の上から埋めておいた食べ物を探し出すことができるんだって。すごいね。でもね、埋めておいた場所を忘れちゃうこともあるんだって。だけどそのおかげで土に埋もれた種が成長して木になり、森が作られるから、いなくてはならない存在なんだ。今日はエゾリスの特徴についてお話ししました。エゾリスって本当に可愛くて大切な存在ですね。最後まで見てくれてありがとう。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。